吉田さん、10年あっという間ですね。10年前に初めてね、なんか20時間ライブみたいなのやったりとか、六本木ヒルズ行ってカメラ構えてる吉田さんみたいなのまだ覚えてますよ。やっぱりこう鮮明に覚えてますね。色濃くやってきたんで、で仕方なくやったことってあんま覚えてないですね。なんか仕方なくやってきたお店のことって本当に思い出さなくなったし、どうだったかなーっていう風に、ね、おぼろげになってきて、それほど意識が込められてなかったんですよね、きっとね。まあでもなんか何も続かないことを意識込めてもやってもしょうがないんで、うまいこと離脱できたかなと思うんですけども、やっぱりきっちりとやったことって、しかも結果が出たことって、まあ自信を持ってね、表現できるし、まあ、いわゆるアンチみたいなのがいますけども、なんかね、まあ、まさに何やってきたんだみたいなね、自分で何の足音も残せなかった人がどうこう言っても、気の毒だなと思うけども、感情的にねカッとくることはもうないですね。で同時に、まあ、吉田さんが今みたいな暮らしを手に入れてることを骨身に染みてね、すごいことだなと思いますよね。やっぱお互いやり込んできたんで、そこは通ずるものがあるんじゃないかなと。でこうして見合わせたしてみると、やり込んできた人って本当いないんですよね。やり込んでるように見えてズルしてる人とか、見せかけだけとかね、ごまかしてるとかね、悪いことをしてるとか、もしくは残念ながらやるだけやったんだけども、結果としてはちょっと空振りで、結果が目立たないからやってきたことにもスポットが当たらないみたいなね、運のないやつはいますけどね。でもやっぱこう、まあ、本来ねその人生にちゃんと打ち込むっていうか、自分のことですからね、それだけの価値はあるといつも思うんですよ。まあ、ぼんやりと過ごす時間ももしかしたらいるのかもしれないですけども、まあ、それはまだまだ随分先のことかなと。まだね、まだやっぱりお互い笑える部分じゃないじゃないですか。でやり込んできたらまだまだやべえなと思うんだけど、やってない人ってこの危機感ないでしょうね、きっと。だからやらないんですけどね。で相当やってきたらもういいじゃないかみたいな気持ちになるかと思ったら、全然ならずに、やばいなと思いますよね。なんかギリギリスタートは間に合ったけども、なんでこれを今更やってんだみたいなね、やり込んできて結果を出したから今更この結果かみたいなのは、まあありますね。でも今更でも随分先行してることは先行してると思うんですけども、なんかもっとね早く始めてれば、10年じゃなくて20年も前に始めてればよかったのかなとか、もっと言ったらもうめんどくさがらずに義務教育をねちゃんとやってですねで東大行って官僚になっときゃよかったなと、まあ、そしたらね万々歳だったんですけどね、まあ、残念ながらその辺も人生をどう渡っていけばいいのか気づくのが遅れて、まあ、若い頃は感情に任せて、右に行きたいと思ったら右行って、左に行きたいと思ったら左に行って、雑巾がめんどくさいと思ったらいろんな理由つけてサボってきて、でも最短距離ってのはみんながやりたがらないこと、みんなが進みたがらないその道だったんでしょうね、きっとね。で自分は特別だと思ったけども、全然そんなことなくって、そのぐらいのことを誰でも考えてるよみたいな、そんなね自分への特別感だったのかなと。ずいぶん安っぽいわけですよ。でも今こうやって振り返ってみると、確かに誰もできないところまで来たなと。でしかもその誰もできないことをずっと多くの方は見ているけども、誰一人真似してこないなっていうところですね。まあだから余計に優位が揺るがないのかなと思いますけども、それでもね気を抜かずに今日も明日も稼ぎ上げるっていうところですかね。まあなぜなら本当に前回の放送にも通じるものがありますけども、今日は一日限りなんですよね。似たような一日は来るけども違う一日なんですよ。自分も確実に明日になれば一日分年老いてるし、一日分進化してればいいですけども、一日分ただ時間がなくなっただけで何も進んでないっていう現実がある。これね、やり込めばやり込むほど分かるんですけども、なんか分かったつもりでいた自分がそこにいたなっていうことなんですよね。だからずっと同じレベルの自分でいたらそんなこと感じないんですけども、100歩200歩進んでみたら振り返ってね、あんな後ろにいたんだと、ダメだったなって思いますよね。なんかね、多分これから数年先も今日の日がまだ未熟だったって思い知らされるんですよね、きっとね。まあ、本当になんかね遊んでる暇ねえなみたいなところはあるんじゃないですか。遊ぶけどね、遊んでる暇ないんじゃないですか。いらっしゃい。